ん？ナビちゃんどうした？ゾーラ川からすごい霊気が吹いてきてるの感じる？感じる感じる、しんしんと感じるさ。今すぐ行こう。ああ今すぐ行こう。看板の中蹴り倒してな。蹴り倒しません。どうだい？ゾーラ川見たところ異変はありませんけれどもね、パッと見。うやあ、あっ、あああっ、ちょっと待って待って待って、実がなってる実がなってる、7年前に植えた実がなってる、連れてってくれ。ほらふわり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 、楽ちんだこれ。いや素晴らしい、ああ素晴らしい。おお、あ帰ってる、あぶる。着いたら着いたって言って、木製の橋を渡り、ほら来たー、ほら来たよー、待ってな。動いてこい、早く、危ない危ない。うわ、ほんとだ、すごい霊気だ、めちゃくちゃ幻想的なところになってる、いいね。え、雲がいる、あんなところに。まあ後にしよう、いいなぁ、いいなこの感じ。しかし霊気というとあまり良いあれではないのか。間違った。よし、開通しました。さあ中へ入ろう。うわ、うわ、凍ってる、あすげえ、なんだこれ。え、ゾーラの人大丈夫だろうな。看板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 か、看板、ゾーラ族の国ゾーラの里。なんだが、なんだが、ひとまず登るか。いやショップがあるんですけれどもね。でもゾーラ王、そう顔なじみのゾーラ王の元へと。いやちょっと洞窟の中でも平気で、うーわ、これどうしよう、これどうしよう、溶かせれるこれ。あ、リンの炎、ちょ待って、魔力がねえな、それ魔力ねえな、ちょ、待ってくれよ、ちょ息はあるか、お息はあるか。あ、凍ってる。あ、しかしこっち行けるじゃん、これリンの炎。魔力をどうにか供給してもらおう、魔力供給してもらおう。ジャブジャブ様のお腹の元へ行きますよ、ひとまずは。うーわ、しんしん、でもいい感じの雰囲気ではあるんだよな。壺がどっかしかにないか、あるはずなんだが。あらあら、なんでしょここ、つららだらけだ。うわすげえ、うわすげえ、ハートのかけらがある、あんなところに。取れるかバカチン。こっち行こう、くるくる回ってやがるよ。ほら、こういうのは得意だっつって何回も言ってんでしょ、危ないね。かよし、かよっけー、一発。この先、おお、氷の洞窟、よー、危ない、1ルピーか、つらら壊せたな。ちょっと危ないぜ、これ壊せないやつ。ちょ、危、ああ、キャ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 、もうもうやだ、もうやだ。よし。よし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 。うわー、雲がいる。ちょっと待てよ。待てよ、お前ら手強いな、それきっと。まずハートを回復。そいつどうする、ちょ、待てよ。ナビちゃん、凍りつく息に注意して復活する前に倒しちゃいましょう。あ、ハンマーとかだな、吹いてこいよ、冷たい息とやらをよ。ほら、危ない危ない、これこれ、よーし、いいね、倒しました。が、しかし、ん、それは壊すのか、いや違う、え、やっぱ結局ディンの炎がいるの、いや魔力じゃん。あ、手に入った魔法の壺だ。いやーこれ2回分ぐらいしか使えそうにないけどな。頼む、起きてくれよ。どうだ、無理かな、解けないかな。くー、え、何の音、何の音、うー、
枯れてんな、水枯れてんな。入りや後半。おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃんったらおじいちゃん、何が起きたんだよ、教えてくれ。変わってねえな。わしはハイリア湖の水と変なものを混ぜて薬を作る研究をしておる。伏せ屋のばあさんもわしの弟子みたいなもんで。ほうほうほう、ダメだ、じいちゃんじゃダメだ。 これって、え、もしかしてこれスイッチだったりすんの。ええー、いや、プルプルプンじゃないから、え、溶けるモーションもなく扉入れた。マジかよ、わかりづらい、わかりづらい。50分ぐらい悩んでたわ。あーが、危ない。もう、なんかデジャブだぞ。赤い。赤い炎が、まとわりついている。赤いね。かおー。狼さんだ。お、やばい。これはまずいな。これはまずいな。ちょ、待てよ。あ、これだ。これだ、これこれこれ。いいね。溶けちゃう、溶けちゃう。狼さんも倒した。さすがっすね。あ、全員倒したか。おとなしくなったようだ。妖精さんか。あれ、まだいた。あんた倒す。ん、ここだ。生きて明日をつかめ。こっちか。こっちが開いたような気がするぞ。だよな。よし、行きます。サク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 、めしゃめしゃいってるぞ。青い炎。おーおーおーおお、もう一発使いたいけどな。はい。弱い弱い。どうしたどうした、張り合いがねえぜ。ドクロの方が100倍強かったよ。ドクロのおっさんの方が100倍強かったよ。えにし深き上。えにし深き上。倒しました。これは、青い炎なんて珍しいね。何かに使えそうだけど、どうすれば持ち運べるかな。持ち運ぶと言ったらよ、しまった。正ボタンオーバー。つけてしまったが、これだろ？ポーさんをな、このように解き放つ。インが断ち切るのみ。あれ？飲んじゃった？インクさん？人飲みしちゃった。よっしゃあ。ごまだれー。青い炎を瓶に詰めた。これを、じゃ、プシャー。赤いやつに振りかけるんだろ。これで持って帰ればさ。おおほうほうほう。あれ、ここをどうにかしても意味ないか。ほら、もう一回ごまだれー。いちいちごまだれ言うからな。雲はいいや。あ、スイッチ。あ、なるほど。そこの赤いところに宝箱が現れたってことね。無駄なことなんて一切なかったんだ。これダンジョンマップだろう。さあ、今までのはつけの生産といこうや。ダンジョンマップー。よし。で、あとは北を指さないコンパスを手に入れることができたら僕たちの勝ち。勝ち戦。さあ、青い炎を一つ瓶に詰めておりますので、ストックしておりますので、そこにふっかけてみたろうかいな。よし。これで。リンクさんに怪我はありません。ご心配なきよう。じわ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 り。先に行くぜ。おーい、やあ、やめて、追撃。岩っころはまずいよ。あ、あった。おっとっと、ちょっと待って。これはブロックか。また出やがった、出やがった。あくびが出ちまうよ。これブロックだったと思うんだけど。あ、黄金のストラチラ？ちょ、待てよ。それどうにかしたいね。これいけないよな。でも落ちち、また出た？これで全員倒したけど、ナビーさん、そこ行けたりするかい？僕たち。行けないよな。また雲がいるしな。あ、スイッチがある。これ分かりづらいな、ほんとスイッチ。ん？なんかポロポロポロ。あ、そこが溶けたの？そこが溶けたの？あんたかい。ゲット。黄金のスタルチュラ。ま、それはいいんだけどもがよ。お前ら復活してんのか。ほら、いろんなところに青い炎いるわけだ。邪魔、痛い。
爪で引っ掛かれると改めて痛いな。見てください、ここね、乗り越えた先、ここ階段にするとほらあるんですよ。ここも何だったかしら、なんか重要そうな、いやコンパスがありそうな気はする、気はしないでもないぞ。進め進め進め、えらくえっちらおっちら進んでしまえ。あー、危ない。な、ちょっと待って、それはうわっ、魔力はないが、な、あー、こ、ちょっと、あー、岩転がってくんな、ただただ嫌がらせなのかな、痛い、クソ、ここは死角ではなかったか、危な、危な、危ない、こっちか、あの人たちはなるべくは倒さないでおきたいところでござるけれども、なんだここは、マラテナ、あってかってかってやってのところじゃないか、あ、ハートのかけらが埋まってる、これは別に解き明かさなくてもいいんだが、ひとまずここを謎解きしよう。あれ？ここ別に謎解きしなくてもいい感じ？いや、小さな鍵とかあったらあれだからな。おっと、あれ見てくれよ。あれもしかして宝箱、でかい宝箱もしかしてそうなんじゃないか？そういうことなんじゃないか？魔力がないからこの人どうしたらいいんだろう。お上手、お上手。それはお上手。青い炎こんなところにもあったな。まだ奥にあるって？はいはい、了解了解。なんかそこ凍ってるけど。ボム。ボム。こういう時爆弾、すごく便利です。投げれない時がある。あ、やばい。くっそ。ほら。凍らないよーん。オッケー。魔力も大回復だ。あ！魔法瓶が乗ってるわ。浮いてるわ。こ、まさか。コンパスと魔法瓶。し、コンパスゲット。ありがたい。え、ちなみにこれどうやって、いやまあ、クモさんだし、溶かさなくてもワンチャンいいかもなって思うんだけど、こう弓矢なんじゃないか？弓矢自体でいけるんじゃないかなって思うんだけど、どうかな？あ、無理っぽいわ。命からがら逃げ出してよ。ただここの岩でもう死にそう。生きて、生きて、できらー！よーし。おい、ツボなんもねえんだろ。あー、妖精さん！よかったー。ありがたみすぎる。こっち？こっちじゃないよな。こっちに行けってことだよな。あれ？どっちから来た？もう僕たちは。あれ？わかんなくなってきちゃった。あ、こっちか。こっちでいいのか。わかんねえな、マジで。いや、こっちで合ってるはず。おっと、嫌がらせ。おっしー。来た来た来た。はい、ここの謎解けました。あー、コンコンさんまた出てきたのか。はい、登って、ここ。溶かしましょう。シポシポシポ。シパシパシパ。タパタパタパ。あ、器用に溶けたけど。まあいいや。奥に進めたこと。感謝する。奥に行く。パキンじゃないよ！あー！くー！凍らせないでー！ここ何？扉開かないじゃない、開けるに決まってた。え、ちょこ、ドクロのおっさんは強え、言っとくがドクロのおっさんは強え、気をつけろ。一人だろ、普通どうにかなるはずなんだよな。そうそうそう、買いかぶりすぎてもいけねえ、考えすぎもよくねえや。あ、とっとと来い。脇開けてこい、脇。カブト割れが来るか？やっぱりな。あ、もうなんで？動きが速くなってねえか、こいつ。普通、かじかむところを動き速くなってどうすんのよ。よし、来い。バッチバチ来い。もう読んだよ。あ、いった、お、お、お、えぐられたなぁ。距離詰めると。なぁ、なんでだろう。あれ、倒せなくなってんな、ドクロのおっさん。ダメダメダメ。縦側、カメラアングル。危なかったよ、今なんで当たらなかったのか、僕にはわからない。摩訶不思議アドベンチャー。
おいおいおい、空を切ったぜ今。隙あり、ダメか。あ、宝箱。いや、改めて思い知った、ドクロのおっさんマジ強え。ごまだれー、ヘビーブーツを見つけた。重くて重くて走れない、重くて重くて浮かばない。また会ったな、セナ。ゾーラ族に会いに来たなら無駄足だったようだな。見ての通りだ。ゾーラたちは一人残らず熱い氷の下。ゾーラの姫だけはなんとか助け出したが、その姫も水の神殿へ行くと言い残して行ってしまった。この氷は邪悪な呪いによるもの。水の神殿の魔物こそ呪いの源、源を絶たねば氷は解けぬ。ゾーラの里を救うため危険に立ち向かう覚悟があるなら、神殿へ導く調べを教えよう。時は移り、人も移る。それは水の流れにも似て、決してとどまることはない。幼き心は気高き大使に、幼き恋は深き慈愛へ、澄んだ水面は成長を映す鏡。己が姿を見つめるために水のセレナーデを聞くがいい。水のセレナーデを覚えた。セナ、また会おう。まぶしい。あっ、宝箱の裏。これ潜れる。潜って、ちょっと待てよ待てよ待てよ。あ、ヘビーブーツか。ヘビーブーツだ。そうだ、ヘビーブーツだ。これだ。これよし、よし、よし。オッケー。で、ほら、入り口までやってくることができました。帰ろう。帰ろう、帰ろう。あ、そうだ！炎の、炎の霊の、炎の、青い炎を持って帰らないと。青い炎だ。弔いの炎だ。どうだ？えい！よーし。いや、久しぶりだな。大王さん、お話できるかい？ああ、世は生き返ったゾラ。世を助けてくれたのはその方ゾラか？うむ、苦しゅうない。その方見たところ水中では苦しそうじゃ。世の感謝の気持ちとしてこの服を授けよう。これなら命中中、水中、水中も苦しゅうない。ごまだれー、ゾーラの服を手に入れた。子供は着られぬ潜水スーツ。水の中でも苦しゅうない。よし、あー、いつも戦ボタン開いちゃう。待ってくださいよ、装備。ほら、緑、赤、青と揃いました。ほら、いや、クールがいね、クールがいね。背筋も凍る、クールがいね。よし、青リンクさんになりました。こう、この服着てても、まあ、寒くなくなるわけではありませんからね。さあ、これを着てエポナさんと共にハイリア湖畔へ行きましょう。ルト姫もそこへ向かったと聞いております。あー、ヘブチ、ヘブチ、ヘブチ。